ソコン一式いただきに来ました。部長は誰？何か用？コンピューター研究会にわざわざ出向く用事なんて一つでしょ。一台でいいからパソコンちょうだい。はあ、いきなりなんだよ。いいじゃない、1個くらい、こんなにあるんだし。あのね、てか君たち誰？SOS 団団長鈴宮春日、この二人は私の部下その1とその2よ。というわけだから死の子の言わずに1台よこせ。どういうわけだよ、ダメに決まってるじゃないか。ふーん、あ、そう、じゃあこっちにも考えがあるわ。なんと、何のつもりだよ。はい、もう一枚。何をするんだ。あんたのセクハラ写真はバッチリ撮らせてもらったわ。この写真を校内にばらまかれたくなかったら、とっとと耳揃えてパソコンよこしなさい。そんなバカな、君が無理やりやらせたんじゃないか。僕は無実だ。一体何人があんたの言葉に耳を貸すかしらね。うわっ、ここにいる部員たちが証人だ。そうだ、部長は悪くないぞ。部員全員がこの子を集団でしたって言いふらしてやる。いくらなんでもそれは。どうなの、よこすの、よこさないの。鈴宮さん、そく、好きなのを持って行ってくれ。部長、しっかりしてください。お気を確かに。なんの喜劇だこれは。最新機種はどれ。なんでそんなこと教えなくちゃいけないんだよ。くそ、それだよ。昨日パソコンショップで最近出た機種を一覧にしてもらったのよね。これには載ってないみたいだけど。これちょうだい。待ってくれ、それは先月購入したばっかりのやつで。持ってけ泥棒。おっしゃる通り、まさしく泥棒だ。さあキョン、運んで。トマー、こんな感じで、まんまと最新機種のパソコン意識をせしめたハルヒは、文芸物質がインターネットできる環境でないとわかるや、コンピケン部長とその他を呼んで、LANケーブルを二つの部屋の間に引かせ、ついでに、学校のドメインからネット接続できるようにさせた。盗っと竹々しいとはこのことだ。